キャンプ。キャンプとは、野外で一時的な生活をすること。野営、露営、宿営とも言う。キャンプは、野外での一時的な生活を指している。ラテン語のキャンパス・カンプス、フランス語のシャンは、お意味し、英語のキャンプやキャンピングも同系統の語である。現在では、キャンプというと、その多くがテントや、 即席の小屋状構造物での滞在を指すことが多いが、実際には特に限定はなく、岩窟などの自然地形を利用して生活することや、簡単なテルトなどでの一時的なビバーク、積雪期にボンボリを掘り底で過ごすなど、講義には、ともかくの、野外、屋外で一時的に生活すること全般を指す。キャンプは特に自然の中で活動するからこそ、大きな効能がもたらされる。 と考えられている。人為的、作為的な空間であり一種の保護装置と化してしまった都市から離れた大自然の中での生活は都市での日常行動を打ち破る創造的行動が要求され、また自然と接するうちにその美しさや厳しさを知ることもできる。また、キャンプの一連の活動の中で登山、釣り、水泳などの活動をするうちにらず知らずのうちに体を鍛えることもできる。 そもそも人類はその歴史を振り返ってみれば、長い間キャンプ生活を体験してきたと言える。人類学などでは、もともと人類はその歴史のほとんど、狩猟採集生活をし、移動して過ごしてきた、としている。人類学では、人類の歴史がおよそ500万年の長さなのに対して、農業や牧畜が始まったはわずか1万3000年ほど、前に過ぎない。 ということが理解されるようになってきている。つまり、人類の歴史の99%以上は、狩猟採集生活の歴史である。狩猟、採集生活では、食料の保存ということを行わなかった。ある場所で食べ物がなくなれば、食べ物がある場所を求めて移動し、簡素なシェルターで過ごしたのである。ローマ帝国軍の軍人、兵士たちは、遠方の戦地に向かい、 数ヶ月から数年の間、そこで滞在しつつ様々な軍事行動を行った。彼らは木の棒を立て、そこに布や皮を張るテントを使用していたらいことが異物、などによってわかっている。北米の原住民、インディアンたちの内平原で移動生活を行う者たちはティッピーを張り、その中で生活をしていた。モンゴル人はケルを用いて遊牧生活を送っていた。 ゲルは移動式でありながらかなり大掛かりで本格的な住居で極めて快適な住環境をもたらす。こうして自然の中で自在に移動しつつ生活することができた。欧米では近代化が進むにつれ都市部の人工的な環境で生活する人口の割合が増えた。19世紀後半になると野外で生活することに教育的な意味を認め一定のプログラムの下で 集団生活が行われるようになった。かつて人類の大半が経験していた野外での生活を近代産業社会の中で再体験するものとして現代流のキャンプは誕生した。1861年に米国コネティカット州のガナリーにおいてフレデリック・ウィリアムガンが子供たちを集めて学校キャンプを行ったことが現代流のキャンプの始まりであると言われている。 1881年にはニューヨーク、ブルックリン YMCA でもキャンプが行われるようになり、これがカイダドリーに継承されて非常に盛んになった。1896年にはヨーロッパはドイツのベルリンからワンダーフォーゲル運動、渡り鳥運動によってキャンプ活動は普及した。日本では縄文時代の住人の大半が 狩猟採集生活を行っていたと考えられている。その後、弥生時代になり定住して、農業を行う生活が広まり、またなら、平安時代以降は、都が増営され、都市生活者の割合が増えた。江戸時代には、旅人は大きな油紙を持参し、山中でやむなく、日没を迎えてしまった場合には、樹木の下などで、それにくるまって、うろうしのいだとも言われている。 明治時代は、西洋諸国の諸制度を取り入れる一環として、多くの西洋スポーツが輸入された。キャンプもその一つとして紹介され、教育活動として推進されるようになった。1894年に刊行された、志賀しげによる日本風景論中、登山の気風を工作すべしとして、山中に露出する方法及び、注意、山中のしとねしとね。 露宿の際の着衣を図解し、実践するものが急増した。1907年に学習院の院長になった野マレスキは下記に行われていた u a 演習にキャンプを取り入れ、3週間にわたり160人の学生とキャンプ生活を行った。1922年に YMCA が日光中禅寺湖の湖畔で中等学生のための組織キャンプを行ったことだという。 第二次世界大戦が終結するとは、学校キャンプが盛んになった。民間団体や行政組織によるキャンプ推進も盛んに行われ、1965年には日本キャンプ協会が設立され、キャンプに関する啓蒙活動を行うようになった。キャンプは窮屈な都市生活から離れ、開放的な気分になりやすい。キャンプの中で個人的に楽しんだり、 事故を磨いたりすることはそれはそれで良いのだが、その前に次のような基本的なマナーが強調されなければならない、と、特久玉夫は指摘した。大自然の中で生活をすることで、人類の生活を本当に支えている巨大な仕組みに徐々に気づくにつれ、やがて人間は謙虚な思いを抱くようになるものであるが、こうした謙虚な思いをキャンプのマナーの基本に据えるべきだと、 は指摘した。世界大百科事典では、キャンプには、組織的なキャンプと、個人的、家庭的なキャンプがある、としている。一定の目標のもとに意図的に組織された集団が、一定のプログラムのもとに、野外で、共同生活するものである。学校が、教育活動の一環として行っている、キャンプ、学校キャンプ、ボーイスカウトなどが行うキャンプ、団体キャンプ、 YMCA や YWCA などのような組織が宗教的行事を盛り込んで行うキャンプ、宗教キャンプ、学者の集団などが調査のために行うキャンプ、サキャンプ、スポーツ団体が行うキャンプなどもある、スポーツ合宿などとも、小さいものでは数人から大規模では数百から数千人で行われているものもある。年齢層は多岐にわたる。 青少年を対象としている場合は、困難などを乗り越えることによって、一人、数との人間的な成長を助ければするための活動と捉えられている。個人あるいは、家族、親類、友人、知人などが少人数集まって、野外でキャンプを行うものである。登山に伴う個人的なキャンプ生活が、個人キャンプの一つの起源だとも考えられる。 20世紀後半になると野外生活を行う部分がそれ自体で独立してリクリエーションと認識されるようにな欧米で急速にキャンプ場の建設が進み家族でキャンプを楽しむことが普及した近年ではただ一人で行うキャンプは特にソロキャンピングソロキャンプと呼ぶようになっている日常的に大勢の人間と接しすぎ人間関係に疲れている人 オフの日まで人間とは関わりたくない人などには、うってつけのキャンプである。登山やツーリング中の野外の生活、素早いの設営、撤収が重視され、道具の操縦量や点数などがかなり制限される。小型化、軽量化されたテントやコンロ、ストーブ類などを使うことが多い。都会の人工的な環境に囲まれた日常、生活から離れて、 大自然の中で過ごすあり方を実感することに魅力を見出した登山家やツーリングの実行者の間で行われていた。一般人には馴染みの薄いものであったが、やがてその魅力が次第に知られ、広く行われるようになった。上述のような行きさつでリクリエーションとしてのキャンプが増えた。自然の中でゆったりと生活を送り、心の保養を行う。 特に決まった形式はない。現代人の多くは、本格的な野外生活の知識がなく、様々な設備、整地されたテント張り場、人工的な水道、コンクリート製のシンクや水事場、人工的なトイレ等々があらかじめ用意してある金布場で行うことが多い。共同で、焚き火や調理、バーベキューを行い、森林浴、植物や昆虫や小動物の観察、 釣り、天体観測をしたりする。整備されたキャンプ場は、水道やトイレ、商用電源などが用意され、中には、調理器具やテントの貸し出しも行っているものもあり、必要な道具に関する知識もない初心者や女性でも、とりあえずりできるようになっている。キャンプが、これほどまでに大衆化したのには、人工的なキャンプ場の数が増えたことが貢献している。キャンプは、 様々な楽しみ方をされており、各人各用で千差万別である。もともと、キャンプ場に分類があったわけではないが、オートキャンプ場が登場してから、それを意識した分類がされるようになった。キャンプのタイプによって、キャンプ用具は異なってくる。対比のために、登山のキャンプとオートキャンプでの道具一式を挙げてみる。山用のキャンプ道具は、一つ一つがかなり軽量でコンパクトな作りになっており、 また、登山経験者は、道具の装填数も極力減らす。低地のキャンプに参加する場合は、山用の道具をそのまま流用することが多い。山用のキャンプ道具は登山用品店、専門店などで販売されている。平地のキャンプ場用の道具類は掃除て、日常の住宅内での道具のように大きくて重い。背負って、長時間持ち運ぶのは困難で。 定置用の道具を登山のキャンプに流用することは基本的にはできない。定置用のキャンプ道具はホームセンターなど様々な店舗で販売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。